してこのマレーシアに今回こう、ね、ちょっとロングステイのあれで来ようと思われたんですか。こちらのね、うん、嫁さんがね、はい、出て行けいまたまたまた今話聞かれてイメージどうでした、マレーシア。いい国だと思いますね。であのロングステイには、まあ、2週間から10年であったり、はいはい、まあ、はい、その後ずっとというものもありますけれども、はい、どのあたりでこう興味があります。いや僕はとりあえず2週間一遍来て体験してみて、はい、うん、で長くでもそのままおれるかどうかを経験しようと思って2週間が1点目だと思うんですけどね。2週間が、はい、でもどのぐらいいたいなと思いますか、最初は。だから3ヶ月から2ヶ月ぐらいでしょうね。大丈夫、そんな家開けて私は大丈夫やけど、山は大丈夫やで。でもいいですね、こうやってお友達同士で同じ期間ロングステイされるとどうですか、心強いというか。それは心強いけどね。そうでしょうね。どちらからこのロングステイ、こうさあ、寒いところから。どちらですか。北海道の帯広です。北海道、え、今の時期もう雪降ってますね。出てくる時に雪が降ってました、はい、あ、そうなんですね、はい、だから冬服着て、で成田に置いて、はい、でこっち来ました。どうですか、マレーシアの気候。あったかいですね。このロングステイというのは以前から興味はあったんですか、ね、ご主人がきっかけというのは。そうですね、やっぱりあの仕事ずっとやっていて、はい、そして、あんまり脇目触れないような状態だったんですけども、少し、仕事終わったらいろんなところ見たいなっていう、そういう思いかられました、うん、あ、じゃあようやく、ね、ようやく仕事もあれして、ね、夫婦みたいで。あ、じゃあ第二のこう人生というか、もう仕事なくても悠々と過ごされたいと。うーん、いいですね、ありがとうございます、はい、親子で今回参加ということで、はい、どちらからいらっしゃったんですか。新潟の方から、はい、新潟から。なぜでもマレーシア今回ツアーに参加されようと思ったんですか。私が今マレーシアに住んでまして、母もあのロングステイにちょっと興味があるということで、はい、ちょっと今まだ父が働いてますので、うん、今回は母で。住んでどれぐらいになるの。まだ5ヶ月5ヶ月、それは仕事で。仕事で、はい。で、あのお母様は以前じゃあマレーシアに来られたことは。マレーシアは初めて。初めて、はい、いい花、マレーシアはいいっていうどんな話を聞いてたんですか、お嬢さんから、うん、治安もいいっていうことで、うん。ロングステイには以前からご興味ってあったんですか。 ありました。そうなんですね、それはどうしてですか、ロングステイ。やっぱり日本住んでますでしょ、はい、やっぱ冬は寒いから、やっぱり、うん、ハワイやなんかはなかなか住めないで、例えば物価であったりとか、物価もいろんな面でも、うん、だから、うん、マレーシアだと割と治安もいいから、うん、興味あります。あの、すみません、年齢を聞いてもよろしいですか、おいくつですか。83歳。お若いですね。ロングステイには興味 あるんですか、お父さん。そうだね、もう あ, のもうあとはね、何年来るかわからんけども、ね、まあできるだけあっちこっち楽しんで、うん、で そういうホームステイだね、ロングステイいうかホームステイだ、そういう、うん、というのは一人でしょ、はいはい、あの奥さん、奥さんも、去年、はい、2月に亡くなりました、だからちょっと1年ぐらいはね、うん、ちょっと沈んでたんですけど、ね、けどこれからは自分の、うん、人生、はい、楽しまないかなと思って、うん、楽しんでください、まあ、マレーシアでたくさん、そうですね、はい、そんなことでね、一回あのお話を聞きに行きました。わかりました、ありがとうございます。どうもどうも、ありがとうございます。もともとですね、ええ、千葉県の茂原市で、はい、あのデイサービスセンター誠っていう介護のデイサービスの仕事をしてまして、はい、日本全国でも介護人材が少ないもんですから、はい、昨年の7月にですね、ちょっとあの、まあ、こちらの若い方をですね、はい、日本に連れていけないかと思って、はい、まあ、あの家族でですねロングステイ中ってことですね。あ、はい、そうなんですね、はい、今はもう千葉に戻る、今も住んでらっしゃる、はい、あ、そう、ロングステイのまさに
真っ最中なんですね、はい、今もうどのぐらいの期間になりますか。1年半ぐらいです。1年半ぐらい、はい、どうですか実際に1年半過ごされてみて。過ごしやすいです。特に本当子供にはですね、うん、いい国かなと思います。来る前、来た当初と今でイメージって変わりましたか。はいはい、そうですね、随分、まあ、最初はですね、まあ、なんかマレーシアというと、まあ、ちょっと危険なイメージでしたけど、全然そんな感じもなくて、すごい、まあ、大好きな国です。この日は盛大にウェルカムパーティーが開かれました。日本に比べて物価が3分の1ということは、年金などの軍資金が3倍に。趣味などにもお金が使えて、悠々自適な生活が送れるかもしれません。ロングステイで不安なのがやっぱり病気ですよね。でも大丈夫です。日本語で対応してくれる病院があるんです。これなら安心ですよね。システムの違い、一番の違いはここにお部屋番号が書いてあるんですけども、先生が一つずつ診療所のブースを借りておられるようなシステムなんですよ。はい、で、大きな例えば、検査機器だとか、病院の入院のシステムなんかを皆さんで共有されているような形ですね。こちらが24時間空いております救急センターです。はい、こちらのカウンターの方でまず手続きをしていただきまして、そして中に入っていただくような形になります。治療費はどんな仕組みになってますか。治療費はですね、皆さん大体保険をお持ちの方が多いんですけれども、あとは日本の健康保険、はい、こちらの方も直接お使いになれませんけれども、こちらで書類を記入しまして、はい、それを日本に持ち帰っていただいて、お役所の方で請求を出していただくといった形で、日本の健康保険ですけれどもお使いになれます。はい、じゃあ高額に支払うとかそういうのは一切ない。もちろん高額もあるんですけれども、ただ後からご請求が日本に帰ってできるといった形ですね。あとはその海外旅行保険に入っていらっしゃる患者様ですと、キャッシュレスでこちらの方でお金一つかからずご入院ができますけれども、皆さん国保険もあるんで使い方使えるから問題ない。医療の専門家にお話を聞いたところ、日本と変わらない設備がすでに稼働していて、手術や入院も心配ないということでした。クアラルンプールにある日本人会、こちらではさまざまなボランティアはもちろんのこと、現在では68ものサークルが毎日行われています。こちら日本人会ではいろんなサークルがあるということなんですが、今こちらで何か皆さん活動されているそうです。こんにちは。ダンス、社交ダンスですかね。マレーシアで社交ダンスの今活動サークル参加されているようですね。クアラルンプール日本人会は移住者だけでなく、マレーシアへの海外転勤、日本大使館などに勤める家族たちにも利用されているそうです。もちろん本格的な茶道やお料理教室、マレー語の教室からスポーツまで、ありとあらゆるサークルが用意されています。お知らせの後、信じられない価格で泊まれる超豪華ロングステイホテルを紹介します。